オイルパンをこうやってね、シリンダーに装着するとき、液体ガスケットを塗ると思います。もちろんオイルパンに限った話ではないと思うんですけれど、ここに塗る量についてこの動画で考えていきたいなと思っております。ちょっと前に某メーカーの新車の、ね、ラインで組み立てられたエンジンのこのはみ出た液体ガスケットが内側に落ちてストレーナーが吸い込んだみたいなね、それでオイルを吸う量が極端に少なくなってエンジンがみたいなね、あの話題をまあいろいろと見ました。ここに塗る量をしっかりとすればそんなことは起こらないんじゃないかなというふうに思いますんで、まあ、新車だと機械で塗ってると思うんでね、機械の設定値とかの問題もあると思うんですけれど、まあ、新車の話はさておきですね、自分たちがこういうものをね踏む時にどんだけ液体ガスケットを塗ったらいいかっていうのをちょっとね考えていきたいなと。今回用意したのはこの捨てる予定のスズキ R06A のシリンダーとオイルパン、こちらを使っていきます。ここをまず見ていきます。ここですね。このオイルパンはもちろん新車から初めて外したところだと思われます。これが多分ここにくっついてて、手でちぎっちゃったかどうかちょっと定かではないんですけれど、まあ内側にこんだけはみ出たものがあったっていう感じですね。外側にも、若干はみ出たものがあります。これがポロって取れたらちょっと怖いなというふうに思いますね。こっちの方にもこっちの方にもありますね。まあこれはみ出さないわけにはいかないけど、はみ出さない量だと心配だよなとか、まあいろいろね思いますんで、このここに塗る液体ガスケットの量についてこれから試しに塗ってどんだけはみ出るかっていうのを試していきます。こっち側をちょっと字が反対だけど太い方で、反対側を細い方とします。線の太さはこの先端のこういう液体ガスケットだとね、こういうノズルがつくんですけど、先端をギリギリでカットして細い穴を作ってる方と、ちょっとね下の方にしてカットして、こっちよりは太めの線になるように、線というかですね、液体ガスケットのこうドゥルルって出した時の太さをこれで決定していきます。で使うのはピットワークのやつ、液体ガスケット、まあ別にこれは何でもいいと思うんですけどね。まずこっちが太い方か、太い方を塗っていきます。寒いので手がきれいに動かせるか心配です。で塗るとちょっとね、全部を塗るとあれなんで、このこっから、ネジ3つ分のここだけ塗って、こっちもここだけ塗ってやっていきますね。よし、とりあえず太い方完成です。僕は塗るときは対象物に対してこの液体ガスケットのチューブを浮かせた状態で落下させながら、ちょっといい感じにね出てるうんこみたいになってこう乗せる位置を微調整効くんですよ。なので僕はそういう感じでやっております。細い方はこっからここまででいきますね。もっと大変よし、これで組んでいきます。25ニュートンで締めていきます。よし、ではトルクレンチで締めたんでバラしていきます。では外していきます。よいしょ、細い方こんな感じ、ちょっとだけはみ出ます。あとでちょっとはめ込み映像に変えます。でこっち太い方ちょっとね、持ち上げる時に乾いてないんでベチャーってなってますけど、こっち側じゃちょっと分かりづらいですね。よし、ちょっと
今度こっちを見ていきますね。こっち、太い方、太い方は内側にまあまあな量がはみ出ております。で、細い方、細い方は細い方は内側にだけ漏れてるのかな。細い方、よいしょ、細い方、あ、外側にも若干漏れてるのか。なんかこの接合面がいまいち難しいですね。よし、ちょっと分かりにくいような感じもしますが、太い方と細い方のはみ出しの具合はやっぱ太い方がね、はみ出し量は多いんですけど、ただですね、この細い方、細く塗った方のはみ出し量も太い方に比べてそんなに少なくなかった。この程度の細さであっても十分なはみ出しがあるので、液体ガスケットの塗る量ってね、装着した後にどんだけはみ出るかっていうのをね、しっかり把握した上でつけないと将来的にいろんな故障につながってしまうかもしれないですよね。いろいろとね考えながらやっていくべきじゃないかなと感じました。